B707 に装備された JT3D-3BJT3D はプラットホイットニーが開発したターボファンエンジン。ターボファンエンジンとしては初期のものであり、1958年に JT3C ターボジェットエンジンを改良してできたものである。1959年から1985年の間に8000機以上が生産された。 アメリカ空軍の正式記号 TF-33 としても知られ、軍用機にも用いられている。1959年、ボーイング707と720を向けに発注が開始された。アメリカン航空は JT-3D を搭載した B-707、KLM オランダ航空は JT-3D を搭載した DC-8 をそれぞれ注文した。 初期の B707 は JT3C ターボジェットエンジンを搭載していたが、騒音が大きく、燃費も悪かった。そのため、経済性を要するエアラインでは高性能なターボファンエンジンの登場が望まれていた。1961年3月12日、JT3D 搭載の B707 から123と B720 から023は、アメリカン航空に同日に運航を開始した。 次に開発された B707 から300シリーズは JT3D ターボファンのみの注文だった。KC-135A は J57 ターボジェットエンジンを搭載しており、数機が試験的に TF33 に換装している。その後1980年代の近代化計画により160機が JT3D に換装し、形式名が KC-135E に変更され、空軍周辺などに配備された。JT3D を搭載する機体に B-52H 爆撃機がある。B-52H は TF33 を発揮使用している。数度の運用期間延長のたびに、電子機器などの回収とともに、エンジン換装の構想は出たことがあるものの、実現されていない。 KC-135 に装備中の TF33 一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。